안녕하세요이도미유입니다반갑습니다ってことでですね、はい、今日は韓国購入品をやっていきたいと思うんですが、あの今38度近い熱があってですね、テンション低いように見えたりすると思うし、いつも以上に頭が回らず語彙力がやばくなると思うんですが、ご了承ください。朝メイク終わったぐらいに、うわちょっと体調やばいかもってなって、まあご飯食べてちょっと横になったら治るやろうと思って横になっとってんけど、だんだんこう夜になるにつれて熱が上がってきて、でも今日撮らないと編集とかが間に合わなかったり、こう動画のアップが結構期間空いちゃうので、こんな感じなんですけど進めさせていただきます。では早速、先週あのペイ太郎と韓国に3泊4日旅行行っとって、でそこで買ったものを紹介します。ミユ自身韓国はもう6回目かな、そう6回目になります。でやっぱ行くたび行くたび、その韓国のトレンドとか流行ってるブランドとかが変わって、行くたび欲しいものがあるのね。旅行の時ってこう財布の口緩くなると思うんだけど、これは日本帰ってからも使うやろうなっていうのを、まあ、自分なりにちゃんと見極めているもんだけを買ってきました。では早速何からいこうかな。ではまずコスメから。韓国といえば美容大国、コスメですよね。こちらこの B って書いてるバニラっていうブランドなのかな、バニラの、 あのプランパーのリップです。このプランパーが超最強で、本当に一瞬にして縦じわがなくなる。このバニラのプランパーシリーズの色がついてないこういう青み系の透明グロスを買いました。でこのプランパーがほんまに最強で、もう塗った瞬間縦じわがなくなる。でもその代わりほんまに長時間めちゃくちゃピリピリして痛い。でも縦じわとか唇もっとプルンってヒアルロン酸入れたみたいに分厚くしたいっていう人にはめちゃくちゃおすすめです。これを2本買いました。1個妹にあげようかなと思って。次は私の涙袋はこれでできてます。なんて読むの、トゥーコールフォースクールっていうブランドなのかな。これの11番と9番を買いました。もう韓国のメイクさんがみんな持ってるっていうこのペンシル、こういう、わかるかな、こういう本当に普通のあの色鉛筆みたいなペンシルに、なんかおまけでこの鉛筆削りついてました助かるわ。11番がこう白っぽいベージュっぽいカラーで、9番がちょっとピンクっぽいカラーです。でミエはいつもこの9番を使って涙袋を作ってんねんけど、9番って結構ピンクっぽいカラーやから、ピンクメイクとの相性はすごいいいねんけど、ちょっとすっぴんでまぶたに何も塗れへん時に涙袋だけ作りたいなって時、こっちのカラーやと浮くからと思って、こういうベージュっぽい白っぽいカラーの11番も買いました。でこれめちゃくちゃ良くて、本当に芯が柔らかくて、これを涙袋にこう刺さって引くだけで涙袋爆弾するんで、もうめちゃくちゃおすすめ。韓国のメイクさんのポーチには必ずこれが入っているって言っていいほど韓国では超有名なというか、メイクさん必須のアイテムらしい。やのにめちゃくちゃいいものやのに、そのオリーブヤングとか行ってもこれ置いてるコーナーが小さいし、端っこの方やから、なんでって、こんなにいいものがなんでって思うねんけど、ぜひ探してみてください。これはマジでいい。しかも、まあ、こっちのベージュのカラーは涙袋専用やと思うねんけど、こういうピンクの9番とか、これよりもっとピンクのやつもあんねんけど、これは涙袋もいけるし、これ1本で上も塗れるから涙袋にもシャドウにも使えるって感じ。はい、続いてはこちら CNP コスメティックスっていうブランドなのかな、の、美容液です。もうこれは X とかでもめちゃくちゃバズってて、塗るサーモン注射って言われてるやつで、これは使ったことないねんけど、ずっと気になってたから買いました。こんな感じの入れ物。
実は1回9点で買ってんけど、前のマンションの住所入れちゃってて、で結局届かず、でキャンセル料払ったっていうことが本当に迷惑で申し訳ないねんけどあったから、韓国でリベンジしました。これも今日から使おうと思うねんけど、よかったらまた共有します。みちょうど今お母さんからLINE 来て、7日間の自炊 YouTube 見たよって来た。すごいやん、よく頑張ったわ、見て美味しい料理に感心したわよ。一つ意見するなら42分の動画やったけど、もっと短い動画の方が見やすいと思うわ。長かったら途中でやめてまう人もいるかと思ってね、よく頑張りましたって来た。優しいな、こうやって褒めもしてくれて、アドバイスもくれるって。そう、あの動画めちゃくちゃ長いかなって思ってんけど、この料理の工程を説明しなきゃやし、ちょっとやっぱ食べるシーンも見せななと思ったから、そう、なんか切れる部分がもうなくて42分になっちゃいました。で次ね、こちら、あの本当にブランド名が分からなくて申し訳ないですけど、こっちか、パケ覚えておいてください、ここスクショしてください。これはペイちゃんが TikTok で見つけてきてんけど、あのオリーブヤングとかそういうドラッグストアじゃなくて、処方箋のさ、薬局あるやん。韓国ってやっぱ美容大国、整形大国やから、もう至る所に処方箋の薬局がめっちゃあるのね。ほんまにコンビニレベルであるから、その処方箋の薬局でしか売ってないんだけど、そこで売ってる再生軟膏、傷やったり怪我の跡やったり、こうニキビ跡とかに塗るといいみたいで、肌がそう再生してくれる軟膏らしい。で本当はまあこれ1本でもいいねんけど、これとちょっとね、画面で見つけど、これリジュビネックスっていうリジュランの会社が作ってる、あのリジュラン注射ってあるやんか、あのリジュランの会社が作ってる薬局専用のクリームらしくて、これとこれをこうセット使いするとほんまに肌綺麗になるらしくて、でもこれは売ってても、こっちね、このリジュランの会社が出したこのリジュビネックスってやつは3泊4日の4日間で薬局を多分25軒は回ったと思うねんけど、もうこれはもうどこももうソールドアウト、もうオプソよって言われて、もうどこ行ってもチョギよ、以後いそよって言っても、ノーソルダウトオプソよって、どこの薬局行ってもみんな笑いながらそう言うねん、また来たぐらいの、あ、みんなこれ欲しがってるやみたいな、ほんまに人気やなぐらいのテンションで笑いながらオプソよみたいな感じやねんけど、ほんまにこっちは打てなかったから、ちょっと韓国行く人チャレンジしてみてほしいんやけど、マジであったら奇跡やし、今はないかもしらんけど、まあ来月再来月行くって人はもしかしたら在庫がこう再入荷されてゲットできるかもしらんねんけど、もうね、転売されてるぐらい人気らしい。でこの2つ使いをするとよりいいんやけど、こっちがなかったから、こっちだけあの2つ買ってきました。で続いては、はい、オリアンに売ってます、こちらアフィリの鎮静のパックです。これ何枚入ってるんやったっけ、10シートかな、あ、10シートだ。なんか大して安かったわけではないねんけど、まあ免税効くしと思って、であとちょっと韓国にいる間暴飲暴食しすぎて肌がちょっと荒れ出して、ちょっと白いこうプツプツみたいなちっちゃいのができてたから、鎮静パックしたってなってこれを買ったんですけど、これも一包装にむちゃくちゃ液体が入ってて、顔だけじゃなくて体にも塗れるぐらいの液量入ってるからおすすめ。で、あとは、はい、これもう大好き、ナンバーズインの5番のパック、これ何個入り、12個入って何本やったかな、別にね、これも大して安いわけではない、でもそれこそ免税効くしどうせ使うものなんでと思って買いました。このパックほんまに大好き。これはグルタチオンとかが結構高濃度で入ってて、美白に特化したマスクです。でも韓国でもやっぱめっちゃ人気なんやろうな、めちゃくちゃ押し出されてた、目立つとこに置いた。で続いてこちら、ザ・シームっていうのかな、昔ながらのというかカタツムリのブランドあるやん、あそこから出てる洗顔ですね。カタツムリパックとか流行ったやん、そこのブランドの洗顔、めっためたキンキラキン。これがあのなんかペイが前に使ってめっちゃ良かったって言ってて、めちゃくちゃしっとりするし肌柔らかくなるって言ってて、でペイが買うって言ったからミーもついでに買いました。でこの洗顔と、あと同じブランドでこちら
アイクリームとかほうれい線のクリームを買いました。でこれを2本買いました。でもう1本使ってて、あの向こう洗面所に置いてんねんけど、こんな感じで、あの先にローラーがついてて、でここをギュッと押したらこのローラーの隙間からクリームが出てきて、それをこうやってコロ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 しながら目尻とかこの涙袋のところ、クマのところとかほうれい線のところをマッサージしながら塗っていくって感じです。これ2本買ったらおまけつけてくれるって言って、このカタツムリのパックを10枚ぐらいつけてくれました。1、2、3、4、10、11、12枚もあるわあのミョンドンの店舗で買ってんけど、あそこはもうネギってなんぼというか、そう、おまけつけておまけつけてって言うといっぱいいろんなもんつけてくれるんで、ねぎるって言い方よくないけど、上手にお買い物してみてください。あとはですね、同じミョンドンでこちらクロックスにつけるパーツを買いました。ミョンドンアクセサリーとか帽子とかメガネとか可愛い雑貨屋さんが多くて、そこでクロックスにつけるパーツがいっぱい可愛いの売ってたんで買ってきました。でなんかミユ最近ブラックとかグレーとかが多分好みで、なんでトムとジェリーのトムちゃんと、これなんて言うんだっけ、こいつと、これなんかパチモンのミユミユみたいな、シルバーのストーンがついてるパーツを選びました。あんまごちゃごちゃつけんのもなーと思ったから、この3つだけにして、持ってるクロックスがホワイトなんで、こうちょっとグレーであまり目立ちすぎない感じのにしたくて、グレーでなおかつ3つだけ選んできました。あ、で、あとこれもだ、あの携帯につけてるシルバーのストラップ、そう、これもミョンドンの雑貨屋さんで買いました。ミョンドンは韓国初心者さん向けではあるけど、やっぱり何回行っても楽しい、もう韓国6回目やねんけど、6回目で行ってもやっぱその時その時の流行りがミョンドン変わってるから、前までこんなお店なかったのにっていうのがあったりするから楽しい。みコスメ美容はこんなもんで、次はお洋服、こちらパパーン、こちらなんて読むんだろう、 THUGCLUB タグクラブ、タグクラブ、ちょっと読み方は分かんないんですけど、これ今知る人は知るというか、これから流行るんじゃないかなっていう、韓国で人気というか日本でも人気なブランドで、これ日本でも買えるところがあって、多分そのセレクトショップとかなんかな、そういうとことか通販とか、その転売で買うと値段が倍ぐらいしたりすんねんな。でもそれぐらい転売されたり、東京のセレクトショップに置かれるぐらい今人気のブランドで、今後来るんじゃないかなっていう韓国のブランドで、なんかジェントルモンスターとかもそうやったやん、前は韓国でしか買われへんかったけど、すっごい人気出て、今日本でもお店がいくつかあって買えるようになってみたいな、今後そうなるんじゃないかなって勝手に予想してるブランドなんですが、お店の雰囲気とかもそうやし、お洋服のデザインとかの洋服の感じもちょっとクロムハーツに似てるかなって感じです。でもね、クロムハーツよりは全然安いんだけど、こんな感じのダメージがいっぱい入った真っ黒の T シャツじゃねえや、トレーナーでね、胸元にここのブランドのロゴのシルバーパーツがついてます。これがめっちゃ可愛いない？このパーツがめちゃくちゃ可愛い、刺さる。背中の部分にも入ってる。で、これは韓国で買うと34,000ウォンぐらいやったから、まあ日本円にしてどのくらい ?36,000円ぐらい。でもこれが日本で買うと倍やったりとか、もっと高値でネットで売られてたりするから、ぜひ韓国行った時はね、可愛いっしょ、めちゃくちゃ可愛い。なんかこのこういう首周りとか、このダメージのところとか、この袖の部分とか、こういう細かいとこまでめちゃくちゃしっかりデザインされてて、裾にこういう絞るこうキューってするやつがついてんねんけど、そこのパーツもめちゃくちゃ可愛い。よく見るプチって押してキューって引っ張るやつじゃなくて、こんな感じの、見えないか、見えへんか、そう、本当に細部までこだわってるなって感じで、ちょっとクロムに雰囲気似てるけど全然そこまで高くないし、そうだからといって安いわけではないねんけど、でもそれなりにこう細部のディティールにすごいこだわりが出てたりするから、めちゃくちゃいいブランドやなと思って。でこれともう一個、黒のニット帽です。あのモケモケのニット帽、ブランドロゴのシルバーパーツが施されてて、トップにもこういう
パーツがついてます。でペイとこれはおソロで、ペイはベージュ買ってました。私黒、最近やっぱ黒好きやねん。ごめんなさい、髪の毛アップしてるから被られへんねんけど、またかぶってインスタとか載せます。めっちゃ可愛い。いや多分人気出ると思うねんな、これ分からんけどな。ここのお店の前で写真撮るのがまた映えてめっちゃ可愛い。次はこれこちら韓国といえば、みんなこれ買って帰るんちゃいますか。ほんまに韓国行くたびにここのお店行って T シャツやら、去年もトレーナー買ったし、だから毎度行っては買ってってしてると思うんだけど、今期の今年のこのトレーナーが可愛すぎて、何があって、見てください、これここ刺繍やねん。めっちゃ可愛くて、去年とかまではプリントのやつしかなかったけど、でも今年のはこう刺繍っていう、でカラバリも豊富にあって、マジでむちゃくちゃ悩みまくって、近くに3店舗ぐらいお店があんねんけど、その店舗によって置いてるカラーとか違うくて、そう、もう店を行ったり来たりして迷って、こちらブラックに水色の刺繍でロゴが編まれてるやつにしました。これに水色のロングシャツをレイヤードして着ようかなと思って、合わせたウーフがあったんでこれにしました。でもほんまにいろんなカラーがあって、こう、まあ、一番欲しかったとか一番人気なネイビーにピンクの刺繍が入ってるやつはもうどこのお店も売り切れてて、けどでも他にもグレーにピンクの刺繍やったり、グレーにこう茶色の刺繍やったり、茶色に白の刺繍やったり、とにかく可愛いやつがめっちゃあって、ほんまに迷いまくった。まだね、次行った時まだなんか買うかもしれへんねんけど、一旦今回はこれ一着。もう一個欲しいスカートがあってんけど、バルーンスカート、それはもうソールドアウトオプソよって言われたから、で日本やったら現品でもいいですかみたいな、もう在庫なくて店頭に置いてる分しかなくてみたいな、でそれ持って帰れるやんか。でも韓国はディスプレイノーって言われて、ディスプレイしてるやつは持って帰れませんって言われて、日本と違う学びってなって、めちゃくちゃ可愛いバルーンスカートがあったのに、それは残念、売り切れで持って帰ってこれず、でこの子だけ持って帰ってきました。マジ可愛い。またねこれ使ったコーディネートをインスタで載せるから見てください。こんな感じかな。あ、ごめんなさい、あと忘れてました、こちらママトリデンのヌルパックです。トリデンのパックって日本にもあると思うんやけど、このヌルタイプ、このカップに入れてこう混ぜて、このヘラみたいなんでこう顔にのしていくやつはまだ日本にないらしく、それにつられて買っちゃいました。でこれもあの保湿の青とかビタミンの黄色とかあってんけど、本当にちょうど韓国にいた時に肌荒れがちょっとしてたんで、これもやっぱりあのグリーンの新生系を選んじゃいました。これはまたあの肌が荒れた時に使いたいと思います。みー、まあ、今回結構買い物したかなと思ってんけど、だって1日あのまあカフェとかも挟みながら、カフェ休憩をしながらやけど、8時間ぐらいぶっ通しで買い物してる時とかも日もあったから、結構買い物したかなと思ってんけど、意外にこうしてみればなんか品は少なかったかな。そう、なんかあれも欲しいこれも欲しいってこうね、魅力的なのはいっぱいあってんけど、使うかなって一回ちゃんと考えて、これ韓国マジックかかってないかなって考えて、ちゃんといるもんだけをまあ買ってこれたかなとは思います。てな感じなんだけども、やっぱ一番の推しはこのブランドやな。なんかカツラみたい。カツラみたい。なんかこういうカツラあるよな。なんかお笑い芸人さんとかがさ、あの小学生役やるときにこういうさ、なんかカツラかぶってない？わかる？そんな感じで、ごめんなさい、終始ねちょっとテンションが低かったと思いますが、本当に申し訳ない。韓国購入品はこんな感じでした。いかがだったでしょうか。また妹と韓国行きたいなと思ってるから、まあその時もまたねいろいろ買い物しようと思ってるし、その時はまた買い物購入頻度が出そうと思ってるし、っていうか韓国の何を知りたいんやろみんなって。韓国の動画って言ったら Vlog なのか、食べ物のまとめなのか、購入品なのか、せっかくならリクエストにお答えしようというか、需要あるものを撮りたいので、どんな韓国動画が見たいか、もしよかったらあのリクエストというかアドバイスというかコメントの方によろしくお願いいたします。ということで、ちゃんと喋ってたかな私、ごめんね、ほんまに今日、はい、ちょっとこの後もうちょっとだけ横になってから編集頑張りたいと思います。ということで、ほんのまた明日、バイバーイ。みんな風には気をつけてね、多分季節の変わり目やから、あと韓国行って疲れたんやと思う。
バイバイ。